A6 室入口、京成八幡田駅南口との連絡口元八幡田駅は、千葉県市川市八幡2丁目にある、東日本旅客鉄道、東京都交通局の駅である。北口駅前の様子渡り駅は、市川市の行政、商業の中心に位置する。東日本旅客鉄道の総武本線を走行する、中央。 総武観光線と東京都交通局の都営地下鉄、新宿線の2社に路線が乗り入れており、接続駅となっている。都営新宿線を合わせた利用者数は総武快速線が停車する隣駅の市川駅より多い。東駅北側には、京成本線京成八幡駅が位置している。都営新宿線は東駅が、始発駅、終着駅となっており、 東京都交通局の運営する鉄道路線では唯一都外に存在する駅である。当駅に乗り入れている路線は線路名称上の総武本線と東京都交通局の都営地下鉄新宿線が乗り入れ接続駅となっている。都営地下鉄新宿線は当駅が始発駅、終着駅となっている。総武本線の運転系統としては観光線を走る中央 総武観光線のみが停車する。当駅は、京成電鉄、京成八幡駅と地下通路を開始接続している。JR の駅と都営地下鉄の駅とは、駅ビルの中にある連絡通路で結ばれている。さらに、都営地下鉄の駅は、京成電鉄の京成八幡駅とも地下連絡通路で結ばれている。島式ホーム一面二線を有する高架駅である。 緑の窓口、自動改札機、指定席券売機が設置されている。乗り場島式ホーム一面2線を有する地下駅である。用地取得の遅れや、交通量の多い国道14号が、駅中ほどに横断していたことから、後期短縮を図ったものの完成が間に合わず、開業当初は、新宿方の55メートルに仮設ホームを設けて、営業していた。 1991年9月1日にコンコースを拡幅し、本設駅として営業を開始した。都営地下鉄最東端、かつ東京都外に所在する唯一の駅である。東京都シルバーパスが都外の鉄道駅では唯一使用可能。また、都営丸ごと切符など、都営交通限定の企画乗車券類を都外で唯一発売している駅でもあり、 都営地下鉄を使えるものであれば、当駅も乗降が可能である。幕露駅、つとむ関区本山田駅、つとむ区として、船堀駅、篠崎駅間を管理している。2018年度には、ホームドアが設置、使用開始された。乗り場江戸川区内の新宿線各駅と同様に、駅シンボルが設置されているが、当駅では、市川市の木の黒松である。かつては、 当駅から東京10号線延伸新,新線が延伸して新鎌ヶ谷駅方面まで乗り入れる計画が存在していたが2013年9月に計画が廃止された。現在は京成バス市川営業所の高塚線によって当駅から北総鉄道北総線の大町駅や東松戸駅を結んでいる。地上と改札街を結ぶエレベーターは 国道14号を挟んで南北にそれぞれ設置されており、南側の A4 ビット出入り口は2010年2月11日に、北側の A4R 出入り口は2013年7月19日に、共用を開始した。各年度の1日平均乗降辞任の推移は、下表の通り。年度全体の乗車辞任を365で除して1日平均乗車辞任を、 求めている。近年の1日平均乗車辞任の推移は、下表の通りである。南口駅前の様子北口の再開発地区、市川市の市川市役所の行政施設や、商業施設が数多く集まる。また、京成電鉄本社も当駅周辺にある。駅北口の菅野、八幡地区は、戦前から、 豪商の別荘地として栄え、お屋敷街を形成する高級住宅街となっている。河野台から八万にかけては、東京医科歯科大学など三つの大学があり、市川学園や昭和学院、河野台女子学院をはじめとする、私立高校が7校、私立中学校が5校、私立小学校が3校と大規模な文教都市、学園都市となっている。北口に、 八幡一番街のような商店街やパティオ元ヤワタ、ヤワタハタビル、ガレリアサーラ、グランドターミナルタワー、元ヤワタなどの超高層マンションの複合施設。南口には、メガドンキホーテ、声優、イオンタウン、ニッケコルトンプラザなどの商業施設が、林立しているため、昼夜問わず多くの人で賑わう繁華街となっている。大手ファミリーレストランのサイゼリア発祥の地でもある。 元八幡駅北口地区の市街地再開発事業、本八幡 A 地区第一種市街地再開発事業、本八幡 B 地区有料建築物等整備事業のような大規模な都市再開発が相次いでいる。駅舎内の施設駅中商業施設として、車ポ本八幡があり、専用の改札口が併設されている。2016年7月12日には1回目のリニューアル。 同年12月8日には2回目のリニューアルが行われた。1階レストランモール、1階 F ショッピングモール、2階ショッピングモールの契約66店舗の専門店を有する。駅行政市川市文化会館商業施設パティオ、元八幡日経コルトンプラザあたり、駅周辺は千葉県屈指のラーメン激戦区であり、多数の店が立地するほか、美容室。 漫画喫茶なども多く立地する。学校、博物館千葉県立現代産業科学館企業都市、再開発地区と、京成電鉄本社郵便局、金融機関その他一般路線バスは、京成バスによる運行、コルトンシャトルは、京成バスシステムによる運行である。駅から約100メートルほど南の場所にあり、すべて京成トランジットバスによる運行である。 注釈出典報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。